5月18日から24日に新宿ケイズシネマで公開の映画火災の果て出演の山岡達弘さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本作は出生前診断、妊娠、出産、障害についての映画ですけれども、本作への出演の経緯を教えてください。はい、監督主演の、有田杏さんと、以前共演させていただいて俳優同士で知り合ったことがきっかけで、その後こういった作品を作るという熱いメッセージをいただいて、今回出演するに至りました。はい、脚本を読んで映画全体についてはどういう印象を持ちましたか？はい、膨大な量の脚本だったんですけど、そうですね、ともすればすごく教育的なことになってしまいかねない、内容だとは思ったんですけど、そこを有田さんの、センス、笑いのセンスですとか巧みなそういった表現方法によって、たくさんの人にこれは分かっていただけるものになるなと思いましたし、出生前診断についてのテレビ番組とか特集とかドキュメンタリーとかはきっとあったと思うんですけど、これが劇映画になることで、より一層感情とかいろんなものを含めて届くものがあるんじゃないかなというふうに感じました。確かに教育になり得るけれども、みんな一人一人ドラマがあって見応えがある人間ドラマになってますよね。そうですね、本当に、看護師、医師、それ夫婦、家族、それぞれの立場から物語がしっかり誠実に描かれているところがこの作品の好きなところでもありますね。はい、妊娠する主人公の夫、吉木役でしたけれども、吉木役についてはどう思いましたか？はい、吉木役は、まあ、自分自身似てるものもあるなと思っていて、男性、まあ、男性女性で今分けることも難しいと思うんですけど、パートナーとして身体的な違いから、理解が及ばなかったり、思いやりきれなかったりすることがある人物で、目の前のことを喜んでいるけどその先のことを想定しきれていなかったり、自分は思いやっているんだというふうに、行動を起こしているけどそれが少し逸れてしまっているとか、そういう彼なりの精一杯を持ちながら、それでも、彼の視野のから起きてしまうトラブルというか問題点もあるという、とてもなんていうんですかね、裏腹な一元的な人間ではないというか、とってもいい旦那さんという言葉とか形容しきれない、そういった言葉では形容しきれない、それがゆえにとても、何かを傷つけてしまう恐れもあるというような人物で、それは有田さんと生み出すことができた吉木像だなと思います。はい、男性は女性と違って自分が妊娠するわけではないので、ちょっと他人事というか、そうですね、女性と比べて認識が甘かったりするところもあるかもしれないんですけど、そういう男性の悩みも描かれていると思いました。そうですね、はい、で監督の有田さんは主人公の巻役でしたけれども、共演者としてはいかがでしたか？はい、ほぼ有田さんとの共演シーンが多かったんですけど、そうですね、監督もやられながら演出して、歩きながら演出して、もうそのまま巻の立ち位置に入ってお芝居がスタートという感じで始まるので、なかなか通常の共演者という立場ではなかったと思うんですけど、その有田さんがもともとこの作品を届けたいというところをもうまさに目の前で体現されていたので、それが一番のメッセージとして演出を受けているような状態で、そしてそのエネルギー量に自分も感化されて引き出されるお芝居というのがあったので、有田さんとご一緒できたというのはすごく貴重な機会で、役者としても成長させてもらえたし、吉木としてもできる表現が幅が変わったなと思ってます。俳優さんだからこその演出とかやりやすいとかってあったんですか？はい、ありましたね。本当に、俳優さんだからこそ細かな音に嘘が乗っかることをきっと嫌がっていたと思うので、山岡さんだったらどう言いますかっていうことだとか、
あとは台本上で言いづらいところとか、山岡さんの言い方になるとどうなりますかねというふうに当て書きでどんどん脚本を変えてってくれたり、どれだけでも今まさに自分たちに起きていることだというふうに捉えようと作品作りをしてくれたのは、きっと役者をやっている有田さんだからできた監督としての在り方だったのかなと思います。撮影中のハプニングなど、撮影時の面白いエピソードはありますか？ハプニング、実際に有田さんが住まれてる、お宅で撮影をさせていただいてたので、それは準備段階から何度も遊びに行かせていただいてだったので、本当にここの使い方こうだよとかいろんなことを教えてもらったり、本当に寝てたであろう寝室のそういったこのポスターのもうまさにそのまあもう本当に布団のシワとか開けかけのカーテンとか入る日とか、そういったことが生物としてそこにあるという状況でできたのは楽しかったですし、そうですね、まあ本当にその日常の中で起こる笑いみたいなことをその場でできたのは楽しかったですね。はい。アドリブはありましたか？アドリブありましたね。はい、赤ちゃんへのプレゼントを持ってくるシーンだとか、あとはこうベッドを一緒に作るシーンとかがあるんですけど、そういうところの掛け合いとか、あとは膨らんでるお腹に対して話しかけるという予告でもあるシーンとかは、その場で言い合って出来上がったシーンですね。はい。本作の見どころはどこだと思いますか？本作の見どころは、本当にたくさんありすぎて、僕も本当に大河ドラマのようだなと感じてるので、本当に人間の一生の中でたくさんの思いを味わう、これだけの困難があってもそれでも諦めないんだっていうこととか、どれだけその人と向き合えるのとか、どれだけそうですね、そういった困難に立ち向かう心を得られる作品だと思いますし、この作品で感じていく面白さを感じていくことが日常でもできたら、きっと人を思いやれるんじゃないかなと思うので、そういったたくさんのものを含んでいる作品だと思います。はい、では最後に東京ボーダレス TV をご覧の方にメッセージをお願いします。はい、ご覧の皆さんありがとうございます。はい、劇場で見ることでたくさんのものを感じられる、たくさんの人と見ることで、伝わる思いがある作品だと思っていますので、ぜひ劇場に見に来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。できました。普通の幸せがええの。男の子聞こえますか？じゃじゃーん、かわいい。一番子供欲しがってたもんね。出生前診断は調べといた方がいい。ひょっとすると呼吸が難しいかもしれません。まあ生まれてすぐは人工呼吸器をつけないと難しいかと。3万人に1人の難病らしい。普通で分かってんけどな。お母さんなのにとか、そういうことを思わなくていいんじゃないですかね。どこまで責任持たなきゃいけないのかね。どこまでもでしょ。男の子やったら大変や、もうすぐちょこまかするからね。まあ元気は一番なんやけどね。お子さんのご誕生おめでとうございます。障害一括りにしてんなよって思うよね。そういう時って男どうしたらよかったんですか？今は受け入れられなくていいの。未来は決まってるわけじゃない。出産は女性がして当然とか、いつからそうなったの？不滅だ！ありがとう。また明日。 Tokyo Borderless TV